朝の目覚め。足首がかゆい。ダニに刺されたようだ。少し前から刺されるようになった。さて、対策をするか。なかなか面倒で後回しにしていたのだが、このままでは彼らの餌になり続けるだけだ。マットレスのカバーも外して洗おう。お湯に酸素系の漂白剤を溶かす。実はこの作業にちょっとハマっている。このにじみ出てくる汚れを見ていると、この汚さにゾッとしつつも、汚いものをきれいにしてやったという満足感がたまらないのだ。ダニ除けスプレーとダニ取りシートを買ってきた。軽く吹きかけていく。ちょっと液体の匂いが強いので、しばらくは風通しのいいところに置いておいた方が良さそうだな。少し瞑想をする。最近は朝の習慣になっている。このちょっとした時間が自分を真ん中に戻してくれる。
漂白剤に1時間ほど浸しておいた。あとは洗濯機で洗っていく。冷凍してあった玄米がなくなったので炊いておこう。だいたい1週間に一度炊飯している。ザルで蓋をして水を切ると米がこぼれない。いつもこの雑穀も一緒に入れて炊いている。米1合につき大さじ1杯。今日は4合炊くので大さじ4杯入れる。塩を入れると甘みが出る。最初は中火。30分炊いていく。こんな感じで蒸気が出てきたらとろ火にする。あとは火を消して1時間ほどそのまま置いて蒸らしていく。いい感じに炊けた。ラップに小分けして冷凍しておく。この流れでお昼ご飯も作っていこう。今日はレバーのフライにしよう。
レバーは栄養がたっぷりだ。最近少し夏バテ気味でもあるので、これで元気を取り戻す。切ったレバーを水で洗う。これを 2,3 回繰り返す。これでかなり臭みは取れる。キッチンペーパーで水気を拭き取る。卵、小麦粉、水を少し。硬さを見ながら小麦粉を足す。パン粉、ソースはちょっとアレンジ。中濃ソースとめんつゆ。砂糖を少し。このソースがまたうまいのだ。キャベツ、付け合わせにきゅうりのぬか漬け、レバーフライ定食の出来上がり。汁物は昨日作ったポトフ。いただきます。いただきます。このポトフは圧力鍋で煮たので、野菜がトロトロに柔らかい。口に入れると溶けていく。
ソースはたっぷりかける。これはうまい。和風のソースの味がご飯を進ませる。体が元気になる味だ。今日はがっつりと揚げ物が食べたかった。食べたいものというのは体が欲しているのか、それとも心が欲しているのか。ともかく食べたいと思ったものが食べられるのは幸せなことだ。それがうまいとなるとさらに幸せだ。その上体も元気になる。食事は大切である。ごちそうさまでした。私の生活の大半は地味である。そして心のどこかでこの地味な暮らしを望んでいる。画面を通して世界を覗いてみるときらびやかな暮らしが溢れているように見えるけど、その人たちの実際の生活も実は地味であると私は睨んでいる。というか、そうあって欲しいのかもしれない。この地味な生活を淡々と繰り返していると、徐々に楽しくなってくる。変わり映えのしない日常。ある程度決められた動作を繰り返していると、頭で考えなくとも、体が勝手に動くようになってくる。まるで全自動で動くロボットのように、まるで乗り物に乗っているような感覚になることがある。それが何とも心地よかったりするのだ。それに飽きたらまた小さな旅に出たり、知らない道を適当に歩いてみたり、飲み屋に行ってちょっと一杯引っ掛けてくればいい。
マットレスをカバーにセットしていく。ダニ取りシートも使ってみる。布団の下に入れておくだけでいいようだ。ああ、今日は朝からよく働いた。少し本を読みながらゆっくり休もう。